チャーは薮田。さあその薮田とホークス打線の対決ということになりました。まあ、今日は本当にもうどちらも負けられないですね、はい、本当にもう勝ちたいんだという気持ちはねお互い伝わってはきてるんですけれども、はい、まあ、ここで決定打が本当そうです、ね、両チームないんですよね。そうですね、はい、さあ10回の裏ホークスの攻撃は柳田から始まります。今日は第1打席にセンターへツーベースヒットを放っています。普通ならシングルの当たりだったかもしれませんが俊足を飛ばしてヘッドスライディング、セカンドベースを落とし入れました。この柳田第1打席にそのセンターへツーベースヒットを放ってからマリーンズバッテリーは徹底してこの柳田インコース攻めです。うーん、143キロのまっすぐ、しかし臆することなく柳田もフルスイングをしていきました。当たってさえくれればというような感じですね。もうどんどん行っていいと思いますね、はい、うん、足に当たりました。2球目空振りしたボールよりはちょっと甘いところに来たんですが捉えきれませんでした。ちょっと痛そうです柳田。ワンボールツーストライクになりました。もう当然ね、フォークボールというような落ちる球が、ね、そのちょっと抜けた半速球が、いいところに来てくれればいいですけどね。おー行ったかー、入ったー、柳田サヨナラホームラン、見事な当たり、弾丸ライナーで今日の試合決着をつけました。見事なひと振り、若き大砲柳田、今シーズン第3号はサヨナラホームラン。あっという間にライトスタンドに突き刺さりました。ホークスのサヨナラ勝ち3対2。いやーすごい当たりでした。すごい当たりでしたね、なんという劇的な結末、絶対に落とせない今日の一戦、お互いの意地と意地がぶつかり合った今日の一戦、最後決着をつけたのは若武者の一振り。なんというパワー、到着していたこの状況を一振りでぐいっとホークスの勝利へ導きました。いやーすごい当たりでした。もう打った瞬間ライトのね荻野が追うの諦めましたもんね。諦めましたね、この中段から上のところまで行きましたよね。そうですね、いやー素晴らしい当たり、こちらは無念、今日先発のマリーンズ小野。まだちょっとこう場内ざわついていると言いますか、どよめいていると言いますか、それくらい迫力のある一発でしたですね、はい、追い込まれてね、あの高めのまっすぐをね、はい、あそこまで持っていけるんですからね。そうですね、ものすごいパワー。いやー今日は2本のヒット全て長打、ツーベース、しかも足を生かしたツーベース、そしてこの当たり、あっという間にレフトスタンド、あの深さやほとんどライナー性の当たりでしたね。ですね、はい、なんというパワーでしょうか。追い込まれてもあれだけのフルスイングできるんですからね。そうですね、いやここまでね本当に苦しいような展開だったんですけれども、はい、6回以降ヒットはなかったホークス、一振りで決めました。ですね、はい、
いや今日のちょっとヒーローインタビューどんな声が聞けるのかちょっと楽しみです。